ユーゴスラビア連邦共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、セルビア語、セルビアクロアチア語は、1992年から2003年まで、存続したバルカン半島中部の連邦国家である。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、SFRJ が崩壊して4つの共和国が、独立していった後、同国に泊まっていたセルビア共和国と、 モンテネグロ共和国によって結成された。スロベニア、クロアチア、ボスニアヘルセゴビナ、マケドニア分離前のユーゴスラビアと区別して、新ユーゴスラビアと呼ぶことが多い。2003年に国家を再編し、国家連合セルビアモンテネグロに移行した。しかし国家連合も、その3年後の2006年、モンテネグロの住民投票で独立が支持されたことに、伴い、解消された。 その結果、2006年には、モンテネグロ、セルビアの両国は共に独立国となった。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、SFRJ から4つの共和国が分離したことによって、残された2国からなる、ユーゴスラビア連邦共和国、FRJ は、より単一民族的となった。2つの国家で多数派を形成する民族は、それぞれセルビア人。 モンテネグロ人であるが、両者は民族的、文化的にほぼ同一である。モンテネグロ人の民族主義者は、モンテネグロ人がセルビア人とは異なる、独自の民族であると主張するが、それ以外の多くの人々は、モンテネグロ人はセルビア人の一種族であると考えている。ユーゴスラビア連邦共和国の少数民族としては、アルバニア人、マジャル人、ルーマニア人などがいる。 コスボメトヒア自治州で多数派であるアルバニア人と少数派のセルビア人との間で民族的長が高まり、両者の衝突はユーゴスラビア連邦共和国の存続期間を通してずっと続いた問題であった。ユーゴスラビア連邦共和国は1992年の建国から2000年に至るまでかつてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国の継承国家とは認められていなかった。 1992年から2000年までの間、アメリカ合衆国などの国々は、ユーゴスラビア連邦共和国を、セルビアとモンテネグロ、あるいはその中で、セルビアが支配的な地位にあったことから、単に、セルビアと呼んでいた。特にスロボダン・ミロシェビッチが、セルビア大統領の地位にあった時代、ミロシェビッチは、連邦の大統領よりも強い影響力を持っていた。 ミロシェビッチやセルビア民族主義に反対する人々は、ミロシェビッチ支配下のユーゴスラビア連邦共和国を大セルビアと呼んだ。1991年から1992年にかけてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国の崩壊によって、セルビア共和国とモンテネグロ共和国だけがユーゴスラビア連邦に残された。2国は連邦を維持することを決め、 1992年に新しい憲法を制定した。旧東側諸国における共産主義体制の崩壊を受け、共産主義体制は正式に放棄され、1990年に解体したユーゴスラビア共産主義者同盟の指導的地位は否定された。国旗からは赤い星が取り除かれ、社会主義的な国章も変更され、セルビアとモンテネグロの象徴の入った相当の和紙の 省に変更された。この他の変更としては、警察の故障がミリツィアからポリツィアに改められ、二つの共和国はそれぞれの武力を持つとされた。新しい連邦はまた、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の時代の集団指導体制を廃止し、民主的に選ばれた単独の大統領制とし、民主的に選ばれた一つの議会を持つとされた。 ユーゴスラビア連邦共和国は国際的な機関への参加資格を停止されていた。これは1990年代に進行中であったユーゴスラビア紛争のためである。そのため、旧連邦の資産と責務、特に国債の分配に関する合意の妨げとなっていた。ユーゴスラビア連邦共和国の政府は1991年から1995年に かけての紛争で、クロアチアやボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人勢力を支援していた。そのために、ユーゴスラビア連邦共和国は、経済的、政治的な制裁下に置かれ、国の経済は壊滅し、多くの若者が国外に流出した。BBC のドキュメンタリー番組、デソブ・ユーゴースラビアでは、ユーゴスラビアの高官ボリサブ・ヨビッチが、ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人軍が、 ユーゴスラビア人民軍から分かれておりされたことを明かした。これによって、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立に伴って、そこに駐留していたユーゴスラビア人民軍は、外国の侵略軍ではなくなり、ユーゴスラビアが侵略者として、紛争に介入しているとする見方を回避した。この際、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人軍は、自力での資金拠出能力はなく、 ユーゴスラビアから多量の装備とすべての資金を受け取っていた。さらに、セルビア旧進党の党首で民兵組織、白い鷹の創設者でもある、ボイスラブ・シェシェリは、セルビア大統領スロボダン・ミロシェビッチが、シェシェリに対して民兵をボスニア・ヘルツェゴビナに送るよう指摘に、要請したと主張している。さらに、ボスニアのセルビア人軍を指揮していたのは、かつてのユーゴスラビア人民軍の指揮官。 ラトコ・ムラディッチであった。ムラディッチは、ユーゴスラビア人民軍の指揮官として1991年から1992年のクロアチア紛争に従事し、ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争での戦争犯罪の権威で、ユーゴスラビア国際戦犯法廷に訴追されいる。1995年、セルビア大統領セロボダン・ミロシェビッチは、ユーゴスラビア連邦共和国とボスニア・ヘルゼゴビナの セルビア人勢力を代表してアメリカ合衆国のデートンで和平交渉に臨みその結果結ばれたデートン合意によってボスニア・ヘルツェゴビナ紛争は終結した1996年モンテネグロはセルビアと結んでいた経済協力関係を発揮し独自の経済政策を始め通貨としてドイツマルクを導入したその後のモンテネグロ政府は 独立を目指した政策を取り続け、セルビアとの政治的緊張は2000年にミロシェビッチが失脚した後も続いた。さらに、アルバニア人民族主義者の武装組織が1996年頃から暴力を次第に激化させていった。ユーゴスラビア連邦国家の存続は政府にとって深刻な問題となった。 ミロシェヴィッチのセルビア大統領としての2期目の任期が切れると、ミロシェビィッチはユーゴスラビア連邦大統領の選挙に出馬し、勝利した。ミロシェヴィッチが連邦大統領となったことによって、ミロシェビィッチはユーゴスラビア連邦軍と治安部隊の直接の指揮権を獲得した。ミロシェヴィッチはこれらをコスボの分離主義の動きを抑えるのに使った。 衝突は1996年から1999年にかけて激化して、コソボ紛争として知られる内戦へと発展した。1999年3月から、アメリカ合衆国の指導のもと、北、大西洋条約機構、NATO が、コソボ紛争に介入を始めた。NATO は、ユーゴスラビア政府が、アルバニア人に対して、コソボでジェノサイドを行っているものと考えた。 その根拠の一つとなったのが、過激なセルビア人民族主義者のボイスラブ・シェシェリがこの時、ユーゴスラビアの首相となっていたことである。シェシェリは、クロアチアやボスニア・ヘルツェゴビナの紛争時に民兵組織、白い鷹を引き、多くの市民を残殺するなどの蛮行を行っている。これと同様のことが、コソボのアルバニア人にも行われることが懸念されていた。加えて、ミロシェビッチも、 また蒸気の蛮行に間接的に関与していたものと考えられていた。NATO はアライドフォース作戦と呼ばれる大規模な空爆を開始し、ユーゴスラビア連邦軍やセルビア人準軍事組織の関連施設と考えられた場所が空爆された。NATO の作戦はユーゴスラビア各地で多くの戦闘員ではない市民を殺害し、各方面から厳しい批判を受けた。ユーゴスラビア政府は NATO の行為は市民を対象にした恐怖攻撃であると批判する一、NATO は攻撃は適法であると主張した。ベオグラードに対する空爆は第二次世界大戦以来のことであった。NATO の介入後もセルビア人の軍事勢力によるアルバニア人に対する虐殺が起こった。ツスカの虐殺、ポドィエボの虐殺、ベリカ・クルシャの虐殺は、いずれもこの紛争中に セルビア人の警察や準軍事組織によってアルバニア人市民に対して行われた虐殺の一部ある。NATO はユーゴスラビアがコスボでの軍事行動を中止し、コスボの自治を回復するよう求めた。長期に及ぶ空爆の後、ミロシェビィッチは NATO 側の要求を受け入れ、コスボの分離独立運動に対する行動を中止し、コスボから撤退。 ナトウがコソボを占領することを認めた。1999年6月、ナトウによる空爆が終わった後、ナトウやその他の外国の軍がコソボ入りし、コソボ解放軍と協力しコソボの秩序回復に当たった。ナトウのコソボ解放軍との協力の決定は、ナトウが分離主義者の側に立っているとの思いをセルビア人に抱かせた。コソボ解放軍は紛争中。 セルビア人の市民に対して多くの蛮行を行ってきた。コソボの支配権が NATO に渡った時、およそ30万人のコソボ住民、主にセルビア人はコソボを脱出するか追放された。多くのセルビア人がコソボを去ったことによって、コソボのセルビア人人口は劇的に減った。多くのセルビア人たちはコソボの統治機構に組み込まれたコソボ解放軍による セルビア人への迫害を恐れていた。多くの批判にもかかわらず、国際連合はコソボに関する命令の履行を進めた。この中では、コソボは法的にはユーゴスラビアの一部とされる一方、ユーゴスラビア側の統治権は完全に排除された。コソボの自治権は、かつてコソボが最大の自治権を持っていた1974年から1990年までよりも、 さらに大きくなった。コソボはモンテネグロに習って、ユーゴスラビアディナールの使用を停止し、独自の議会と内閣を持ち、さらに、モンテネグロよりも進んで、独自の自動車のナンバープレートをも作った。コソボには、ユーゴスラビアの法制度は適用されず、独自の政府を持ち、ユーゴスラビアの軍、警察、民兵、準軍事組織は、コソボから排除された。コソボに住む。 セルビア人やロマ、クロアチア人、聖教会やカトリック教会の施設を守るためのセルビアからのコソボへの関与は否定された。国際連合の決議はユーゴスラビア連邦が解体された後も2009年に至るまでなお効力を持ち続けている。ユーゴスラビア連邦共和国の領土は2つの共和国と2つの自治州の4つに大きく分けられる。 ユーゴスラビア連邦議会は市民議会と共和国議会の二つからなる。市民議会はユーゴスラビア市民を代表する通常の議会として機能する一方、共和国議会は連邦を構成するそれぞれの共和国から同数の議員によって構成され、両共和国の対等性を保障している。ユーゴスラビア連邦共和国では、かつてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国の 集団指導体制は廃止され、単一の大統領が選ばれる。ユーゴスラビア連邦共和国の存続期間の間、その大統領の地位は不安定であり、4年以上同じ人物が大統領を務めた例はない。最初の大統領は1992年から1993年まで、その地位にあったドブリザ・チョシッチであり、第二次世界大戦時の共産主義パルチザンの一員であった。 チョシッチは、後に、仏議をかしたセルビア科学芸術アカデミーの覚書の著者の一人となっている。連邦の元首となったにもかかわらず、チョシッチは1993年に、セルビア大統領のミロシェビィッチに反対してその地位を、追われた。代わって、連邦大統領となったのは、ゾランリリッチ、であり、1993年から1997年まで、 連邦大統領を務めた。1997年に、ミロシェビィッチが、セルビア大統領としての人気切れを迎えると、ミロシェビィッチが、連邦大統領の地位に就いた。2000年の連邦大統領選挙では、ミロシェビィッチを利する不正があったとの非難が上がった。ミロシェビィッチの退陣を求めるユーゴスラビアの市民たちは、路上でデモを展開し、ベオグラードでは暴動に発展した。ミロシェビッチは、 まもなくその地位から離れ、ボイスラブ・コシュトニツァが、新しいユーゴスラビア連邦大統領の地位についた。コシュトニツァは2003年に、ユーゴスラビア連邦が、国家連合セルビア・モンテネグロに移行するまでの間、その大統領の職を務めた。ユーゴスラビアは、かつての領土を大きく失い、市場が縮小したこと、及び、経済政策の失敗、紛争による、 国際的な経済制裁によって深刻な苦境に陥った。1990年代前半、ユーゴスラビアでは、通貨ユーゴスラビアディナールはハイパーインフレに見舞われた。1990年代中頃にはインフレを脱した。さらに、ユーゴスラビアの経済を悪化させたのは、コソボ紛争におけるインフラ、産業施設への空爆であった。これによって、 ユーゴスラビアの経済は1990年の半分にまで縮小した。ミロシェビッチの失脚後、民主野党連合の連立政権は、経済の安定化措置を導入し、大胆な市場改革に乗り出した。国際通貨基金の会員資格を2000年に更新すると、ユーゴスラビアは、世界銀行や欧州復興開発銀行などへの再加入も果たし、国際社会に復帰していった。 小さいモンテネグロは経済的には連邦政府やミロシェビッチ時代の前半はセルビアの支配を受けた。その後、二つの共和国は中央銀行を分離し、モンテネグロでは通貨としてドイツマルクを知るべし、ドイツマルクがユーロに移行するとユーロが通貨となった。セルビアではその後もユーゴスラビアディナールをセルビアディナールと解消し、使用し続けた。 ユーゴスラビア連邦の複雑な政治関係、民営化の遅れ、ヨーロッパの景気低迷はユーゴスラビア経済に悪影響を及ぼした。国際通貨基金の介入、特に財政規律の要求は政策決定に重要な要素となった。深刻な失業率は経済問題の中核であった。汚職や腐敗もまた深刻であり、巨大な闇市や形式経済に 犯罪要素が深く食い込んでいることも問題であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。